アナコンダにあるディアロッジ軍庁舎、ディアロッジ軍はアメリカ合衆国モンタナ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は9298人であり、2000年の9417人から1.3%減少した。モンタナ州の軍では面積で少ない方から第2位である。軍庁所在地はアナコンダ市であり、 アナコンダ氏とディアロージ軍は統合死軍になっている。ディアローズ軍は1864年にモンタナ巡州ができた時の最初の旧軍の一つである。ディアロージ軍は北46度7分14秒整形112度59分14秒、北46.12056度整形112.98722度、 46.12056-112.98722に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は741平方マイルで、あり、このうち陸地は737平方マイル、水域は4平方マイルで、水域率は0.57%である。軍内には、アナコンダ山脈、ジョージタウン湖、 広さ5万4千エーカーとモンタナ州では、最大のハ銀ギン山野生生物管理区域など、自然の景観に富んでいる。アナコンダの境界のステンドグラスに描かれた昔の、同性連署以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ディアロッジの街は隣接する、パウエル軍の中にあり、地元以外の人は混同しやすい。ディアロージ群は、大統領選挙の時に、 モンタナ州の中でも最も一貫して民主党を支援している。1924年のカルビン・クーリージ以降、共和党候補を支持したことはない。過去5回の選挙で民主党候補者は21パーセ49%、近い差でディアロッジ軍を制してきた。過去20年間の州知事選挙を見ると、共和党が勝利したのは1996年のマークラースコーのみである。 この選挙では民主党候補者のチェット・ブレイロックが選挙前に死にラースコーが全軍を制した。モンタナ州上院では第43選挙区に入っており2004年以来民主党のジェシー・ラスロビッチが務めている。モンタナ州下院では第85選挙区に入っており2004年以来民主党のシンシア・ハイナーが務めている。ありがとうございます。